ね、聞いたよね。早めのパブロン。びっくりした。入ったらすぐにおるんかと思っとったのに全然誰もおらんかった。お、こんなところに不思議な生き物が地枯れでキューブに吸い込まれた。この辺は行けないところ。じゃあまっすぐ行くしかないんか。お、おる？おったおった。あら、アイナさん、お久しぶりね。お、びっくりした顔。嘘です。アイナさんが助けに来てくださるなんて。ありがとうございます。知り合いなの。アイナのような素敵なトレーナーと、あなたが仲良くしてるの。私、がっかりです。母様の許しがなくても、私はコスモックを助けます。あなた、よくわからないことを言うのね。だって私には娘も息子もいないのよ。私の愛を受け入れずにいなくなる子供たちなんて。それにリーリー、あなたに何かできて？親を説得できない。トレーナーとしての強さもない。やったことといえば、人の実験材料を黙って持ち出したことぐらい。ってことはやっぱり娘も息子もってことはグラジオも息子ってことやろ。美しさが足りていないのよ。まあいいとしましょう。せっかくですから、ビーストちゃんを招くところ、ご覧なさい。わがままではありません。お願いなのです。母様、ビーストのため、コスモックを犠牲にしないで。ウルトラホールを開ければ、開ければ、コスモック、死んじゃう。そうよね、死んじゃうかも。だってコスモックの能力を無理やり使っちゃうもの。てかさ、リエリエもこんだけでかいわけやん。こんなお母さん嫌じゃね？あなたが私の子供なら少しは考えてあげたかも。なんてね。ねえ、なんか恥ずかしいよね。あんな格好しとるお母さん。アイナさん、来てくださってありがとうございます。だってなんならリーリエよりも若い感じの格好しとるけんね。なのに私、わがまましか言えなくて。星雲ちゃんを助けてください。ルサミーネさんを追いかけろと、家の奥が怪しいろ。この辺にはもう何も落ちてない。寝室なのここ。なんか普通に自宅これ。なるほどね。わ、すげえ、ワープ。おー、家の奥はこんな感じになっとんや。なんかいろいろとポケモンが、なんですか。なんかいろいろポケモンが閉じ込められとるよ。早くこちらにいらっしゃい。てかさ、ついてかない方がよくない？リーリエ。ついてったらそれ星雲ちゃん使われるよ。ねえ、遠くにいたらいいのに。なぜ連れてくる？なにこれ、冷凍されてるの？違うよね。どう？自慢のコレクションルーム。私の愛する子供たち。ポケモンを永遠に飾るの。へえ、怖い。いやー、ピカチュウ。冷凍保存？ビーストちゃんって、こちらの世界に来て戸惑い暴れちゃうでしょ？だけどケースに閉じ込めるのはかわいそうなのよね。だからアローラで気ままに暴れてほしいなって思うの。ダメよ。お、やっと来たか、ハウ。わー、いいな。手振らなくていいから別に。おー、グラジオも。あー、リリエ。わー、よかった。なんか、のんきだな。あら、ハウくんまでいらしたの？ふぅ、グズマもだらしない子。子って。俺からも頼む。ウルトラホールを開けるな。ビーストを暴れさすとかない。暴れさすとかないって言われても。なんだなんだ。コスモックを連れ出す娘にタイプヌルを奪った息子。あれだけ愛情を注いだのに、私は裏切られたのよ。今さら何を聞くというの。なんかすげえ親子やな。誰一人似てないよ。いや、見た目は似とるかもしれんけど。へえ、息子に息子、違う、息子に息子って息子しかおらんやないか。
娘に息子。イエリエたち家族なの？衝撃。元家族ね、ハウ君。その人たちは出て行ったのだから。というか、そんなくだらないことどうでもいいの。財団に残されたコスモックのガスだけで、ウルトラホールが開いたでしょ？あれ、コスモックのガスなんや。ケージの中のコスモックを丸ごと使えば、ウルトラホールもたくさん。どれだけのビーストちゃんが来るかしら。お願い、やめて。星雲ちゃん、力を使うと動けなくなるの。パラダイスから逃げた後もしばらく固まっていて、力を使いすぎたら本当に死んじゃいます。そこに閉じ込めるの？ほら、ウルトラホールを開けるからおいでなさい、ビーストちゃん。うわ、呼び出すんか。何これ、思い出？何が起きてるの今。回想シーンに入ったんかと思ったら全然違った。呼び出すシーンか。まあそうよね、こんなところでいきなり、リリエとグラジオの思い出話に入られてもね。お、来たよ来たよ。うわぁ、怪しげな雲が。めっちゃ覆われていくやん。いやー、雲行きが怪しいよ。何あれ？何あれ？もうコスモクの能力使ったの？違うよね。なんかめっちゃいろんなところに、めっちゃいろんなところに開いてますけど。もう世界中に、世界じゃないか、アローラ地方だけか。まあ、アローラのあちこちにも。ピュッ。もう、コスモックったら、ケージの中でもうるさいわね。私が好きなのはあなたの能力だけですのに。ゲージに閉じ込めたの？もう。でもその能力、私の役に立ったよね。今頃アローラにたくさんのビーストちゃんが来てるはず。ねえ、イーリエ、そのカバンの中のコスモックはどうなったの？ほら、アーカラ島やポニ島にも、メルメル島にもいるみたいね。何、どうなったの？出て行ったの？そこから。その頃、メレメレ島、マハロ山道近くでは、その頃って。おう、島キング。島キングはやるキング。胸騒ぎを覚えれば、そんな歌ってる場合じゃないよ。うわぁ、なんか細すぎて気持ち悪い。うわぁ、気持ち悪い。珍しい客ですな。ポキって折れるやん、それ。ほら、チョップチョップ。島キングとして。お？カプコケコすげえ、何守ってくれるの？まあ、島の守り神やもんね。守り神としてただ戦いたいだけか。他の島も同じだろうか。頼みますぞ、仲間たち。島キングとして、この腹、お支えしますぞ。お、じゃあ別のとこでもカプなんちゃら、カプなんちゃらがいろいろと。おお、かっこいいな。よその島のその頃っていうのも見たいんやけど。ジェルルップ。ビーストちゃん。お、来た。代表、実験は成功なんだな。やばいウルトラビーストを捕らえて、こいつらぶっ壊していいんだよな。そうね。グズマ、まずはそこにいる子供たち、静かにさせて。今度こそ黙らせてよ。いやいや、君のポケモンはさっきめっためたにしたでしょ。俺はビーストを止める。なんかあのビースト、リーリエに似てない？俺の相棒ヌルは、ビーストキラーとして生まれた。ハウはグズマ。私は？アイナ、代表を止めろ。でないとアローラはビーストばかりになる。アイナさん、星雲ちゃんを、
了解。やだ、無粋な人ばかり。ビーストちゃんが驚くでしょ。アイナさん、まずはあなたを静かにさせないとね。何と戦うの私、ビーストと戦うの？違うよね、ビーストキラーって言ったけん、そこはグラジオが言ってくれるんよね。エーテル代表のルザミーネが勝負を仕掛けてきた。うわー、もうたっぷり持っとるやん。たっぷり5匹も持っとるやん。あ、持ってるポケモンは可愛いんやね。さあ来いよ。月光が神通力。くそ。あ、可愛い。何それ、防御、あ、防御アップ。へえ。月光が辻斬り。くそ、ちょっと待って。キテルグムに変えます。どんどん防御が上げられていく。さあ、おいで、キテルグマ。頑張れ。さあ、行くよ。イエーイ、全然決まってないよ。さあ、キテルグマ、アームハンマー。ポコーン。うお。はあ、なんてこと、効果抜群なんですけど。マジかよ。くそ。これは。指を振るってさ、たまになんか、超強い技が出てきたりするけん嫌よね。頑張ってキテルグマ、暴れる。はい、オッケー。さあ、次は。うわ、キテルグマ同士。入れ替えるよ。ん？ってことは、ここで、ちょい待ってね。ルガルガンじゃなく、キテルグマのまんまの方がいいんかな。よし、じゃあキテルグマのままで、ちょっと回復をしようか。よし、キテルグマ同士の戦い。あ、びっくりした。なになになに、なんか勝手に攻撃しだしたんだけど。なんで勝手に攻撃したの？なんか仲間を見て興奮した？ほら、キテルグマ。いい傷薬だよ。さあ、そして。あ、やめて、アームハンマー、こっちが使おうとしてるの。ほら、効果抜群なんだって、格闘だから。くそ、それを狙ってたのに。使えばよかったな。ね、一発でやっつけれるんならね。じゃあ、ルガルガン。来い。そしてこれも初めてよね、見せるの。よし、行くよ。いいね、超力強いよ。ルガルガンはゼットパワーを体にまとった。そして解き放つ全力のゼット技、ワールズエンドフォール。なんかさ、ボカロの歌っぽくない？ねえ、ボカロの曲名っぽくない？ワールドイズマインとかあるやんか。おっしゃー。お、ピカチュウがレベル62。ドレディア。ドレディアか。んー、このままでいこうか。地面系でいけるんじゃないの？あ、かわいい。超かわいい。超かわいいよ。よし。ルガルガン、ストーンエッジ。はい、オッケー。あ、でも、効果抜群とは出てなかったね。ただ単にレベルの差か。ミロカロス、ミロカロス。ミロカロス。ピカチュウ？あの子って水系やっけ？ドラゴン系やっけ？いけ、ピカチュウ。まあ、とりあえず、かわいい。
いや、なんか持ってるポケモンは全部可愛いんだな。そこはなんかちゃんと女の子なのね。女の子って言ってもまあ、40代っぽいけど。いけい。よっしゃ、効果抜群。やっぱ水タイプってことか。あー、ピカチュウ。やべえ、怖っ。怖っ。このまま10万ボルトで行こうか。びっくりした。回復されるかと思った一瞬。その間が怖いよ。おし。お、ヤトウモリがレベル46に上がった。ムーマージって何？入れ替えよう。ムーマージとか初めて聞いたんだけど。カビゴン。月光が。よし、月光がで。いけ。ムーマージってムーマの進化系ってこと？あ、いやね。あ、見たことあるかも。おいし。あ、エスパーって聞かんかったっけ？神通力。聞いたよね。聞いたよね。早めのパブロン。でも別にありか、効果抜群とかではないんやね。おいし。あ、効果抜群じゃないどころかあれか。エスパーはゴーストタイプに弱いんだ。大丈夫かい？なんてひどいの。君だよ、ひどいのは。ふぅ。私はビーストちゃんが欲しいだけなの。あなたたちはどうでもいいのです。わがままか。お、なに？消える。え、空間が閉じ、はぁ、ウルトラホールが消えちゃう。グズマ、いらっしゃい。開発していたウルトラボールで、あの子を捕まえますよ。おう。なに、ウルトラホールが閉じたら、あの子消えるの？え、てかなんか、母様。なんか自分が消えかけとったけど、え、大丈夫？あの人消えるんじゃない？え？なに？どこへ行った？ウルトラホールの中？うわ、グズマも。え？あの中入ってったよ。どうして？星雲ちゃん、元気ですか？てか、いつの間に取られたん？星雲ちゃん？どうした？何あれ？なんか顔ついとんやけど。え、何これ？星雲ちゃん？姿が変わって動かないのです。何これ、進化？そういうわけじゃないんかな。とりあえず出よう。ここは好きにならない。一応コスモックは連れてきたんよね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。